チャンネル。そっから大阪出てきて、今度アパレルか。結局担当は雑貨やってんけど。結局雑貨担当だけど、一応服屋さん。あ、服屋さんの雑貨担当。そう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 。雑貨の仕入れとか。仕入れも。うん、たまにあの試着とか人が裾分けとかの子もあああんなにやったり。なるほどなるほど。の人は別やけどお店的にはそういうのがそういう接客をしたり。それはどれぐらい続けてたんですか？多分そこに3年ぐらいいたんかな。うん、そっからなぜかエステの道に。エステの道に。そう、それもなんでかちょっとよく分からへん。よく分からんけどなんか楽しそうって思ってエステ楽しそうみたいな。そう、それ受けてたの？エステを受けてない。一回もしたことないけどやる側にもあったってこと？うん、見た目からこう内面に多分興味持ったやつ。ああ、そのまとうものというよりは、そうそうそう、自身を見せしようという、そういう感じやと。あ、なるほどなるほど。うん、けど意外と機械使うから、うん、脂肪吸引みたいなやつとか、そうそうそう、超エンダモロジーとか。あー、楽しかったけど、あ、意外と手に職つかへんなって思って。もうオイルつけてこうしたりとかっていうイメージ。そんなのもあったんやけど、結構大きい人相手にするからしんどくなって。昔のエステってノルマとか目標とか、うん、ああなるほど、あって、で達成できたらまあいいし、できんかったら別に何もないけど、うん、いやいや言われるみたいな。ああ、なるほど。私多分今思えば自分が必要性ないってどっかで思ってるから、うん、なんか進め方がよくわからなくて、うん、この機会はちょっとどうなったんだって思いながらやってるみたいな。そうそうそう、なんかそれもあったんやと思うけど、なんか営業が嫌で、うん、で、まあ、体もちょっとしんどくなってやめてみたいな。そっからマッサージ、体式マッサージ。あ、体式マッサージ、うん、フロアっていうか、うん、布団敷いてその上にこうやるから、うん、エステのベッドよりもすごい楽に感じて、これならまあやっていけるかなみたいな。楽しくやれてたんや。こう、うん、楽しかった、うん、なんかもともと知り合いの人からの紹介で入ったのもあるし、一緒に働いてるスタッフに、うん、ネパール人の人がおって、はい、でその子がヨガをやってて、自分で教える方で、自分でやるだけ、空き時間とかに、お客さんおらん時とかに、なんかこうスタッフとみんなでこうやったりとか。それが一番最初かな。でなんかポーズを教えてもらったり、そこの身を見まねで、あとね本買ってやったりとか、うんうん、ああだんだん興味が出てきた。そう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 、なんかその頃にこう、うん、第一次ホットヨガブームっていうのがあって、うん、ちょうど、ほうほう、オーディションすごいやってて、インストラクターの、インストラクターの、それ受けに行ったらなんか受かって、でそっからそこのスタジオで、え、そのタイのやつはもう辞めちゃったんですか？転身したっていうか。あ、マッサージ受けに来てる人って、うん、結構もうガチガチな人、うんうんうん、まあ、最初のうちはそれが癒せるのがいいなって思ってたんやけど、自分でヨガな身を見まねで始めて、うん、そうじゃないなって思い出してきて、自分でできるのにみたいな、うん、なんかやってもらって。そうそう、ね、なんか他力本願やなって思ってなるほどね、思い始めて自分でなんとかできるスキルがあったら、うん、伝えられたらいいなみたいな感じでちょっと思ってるところが、ちょうどその頃。なるほど、うん、でそのブームにも乗ったって、ブームに乗ってなんかいろいろやって、これが一番しっくりきてる感じがする、うん、でも本格的に始めたのはここ3、4年。それまでは勤めてたってこと？それまではもう1個のスタジオに勤めてたっていうか。あ、そこの専門の、うん、そうそうそう。今回はここまで。次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。次回もお楽しみに。